はい、こんにちは。今日はオムスクから、エカテリンブルグに行く途中で、チュメニとかもね、路線なんですけど、このチュメニとかエカテリンブルグちょっと遠かったんで、途中の、名もなき村にですね、村というかところに、これなんていう、あ、ちょっとこれが邪魔で見えないな。あ、バガイっていうところですね。バガイってとこにとりあえず行って、で、次回エカテリンブルグまで、チュメニを経由してエカテリンブルグまで行って、次火山を目指して、もうだいぶ近いですよ。ここがモスクワですからね。もう終盤戦に差し掛かってます。ようやく長かったですけどね。今日が15回目かな。シベリアの旅っていうのは案外ね、やってみるとね、航空のフライトで行ってみると案外単調なね感じはありますよね。一応このシリーズ終わったら、エジプトのカイロからですね、ケープタウンを目指していこう。南アフリカ共和国のですね、そのアフリカ縦断というものを、多分アフリカ縦断の方が多少短いぐらいかな。おお、なんかいいぐらいの時間帯だなこれ。夕焼け、朝焼けなのかな、夕焼けなのか、ちょっと時刻を確認してないんですけど、雰囲気がありますね。あ、でもこれちゃんとビルにあれですね、夜景が綺麗にね再現されてますね。部屋をその電気をついているとことついてないとこときちんと書いてますね。これ初めて、今まで分かんなかったの。ちゃんとね、明かりのついている部屋とついてない部屋と、結構夜景なんか見ても面白いかもしれないですね。大都市の夜景を見るためのフライトっていうのもいいかもしれませんね。ちょっと地形が分かりにくいっていうのがあるんで、しばらくしたら元に戻しますけども。こういう都会の方はねいいですけど、都会離れてしまうとちょっとね、地形が見にくいだけになってしまいますんでね。オムスク、チュメニ、エカテリンブルク、そして火山、ニジニ、ノブゴロド、そしてモスクワですね。エカテリンブルクまで来るとね、相当もうある種ヨーロッパですよね。ウラル山脈の山脈沿いですから、ウラル山脈ぐらいまでがヨーロッパと見ていいと思いますね。もうそれ以降ね、ノボシベルスクまで来たらもう完全にシベリアですからね。シベリアで、どっちかというともう中央アジアに近いんですよね。
ということはもう完全にそのスラブ人の土地じゃないんですよ。もうスラブ人の、あ、これ今これ朝だったのかな、スラブ人の国ではないですからね、もともとがもうその民族構成として、あのクラスノヤルスクあたりまで行くとね、もうクラスノヤルスクとか、うん、そうですね、ノボシビルスクとかクラスノヤルスクまで行くと、もうちょっと南下するとね、もう中央アジアですからね、ウズベキスタンとかタジキスタンとかあっちの方に出ていくわけなんで、まあこれ完全にもうスラブ人の話とは違いますよ、全然。もともとモンゴル人とかトルコ人がいたあたりなんで。まあ最近の情勢としては、ウクライナ情勢としては、あれですね、ヘルソンがね近々奪回されるんじゃないかという噂がいろいろ報道されてますね。それはヘルソンにいた親ロシア派住民がですね、住民を逃がしてほしいという要望を出したそうで、ロシアに対してですね、住民を逃がすルートを確保してほしいっていうらしいんですよ。で、それはそれぐらいですね、住民の地域も含めて攻撃が激しくなっている証拠なんで、まあそれでなんかね、いろいろ西側の調査機関がそろそろヘルソンは、まずですね、ヘルソンのあたりの、その特にヘルソン市を巡ってのですね戦いっていうのは全く報道がされてなかったんですね。情報統制をやってきてもう謎に包まれてたんですよ。もっとヘルソンの北の方のエリアはですねある程度開示されてたようなんですけど、ヘルソン市街のことを巡ってはですね全くわからないと。で、どうなってるのかさっぱりねわからなかったんだけど、まあそういう情報を総合すると、まあいよいよかなと、早ければ今月後半にもって書いてありましたね。その場合どうなるんだろうな。ヘルソン州っていうのはね、ヘルソン州っていうのはドニエプル川の南も含むんだっけ、ちょっと調べてみましょうか。ヘルソン州っていうのが どのあたり、ああそっか、ヘルソン州ってそっか、ドニエプル川の南もかなり含みますね。ああなるほどなるほど、じゃあ無理だな。ヘルソン州のドニエプル川の北を取ってもですね、南の方にかなりあるんですね、ヘルソン州の領土が。だから完全に取り返すことにはなりませんね。一部ロシアが併合したヘルソン州の一部を取り返すっていうだけになっちゃうんで、まだそうすると決着にはならないだろうな。ヘルソン州丸ごと取ればね、さすがにロシアもメンツが丸つぶれですけど、全部取ったことにはならないのか。ドニエプル川の北を今月中におそらく全部取ると思われますね。うん、思われますね。はい。あとはね、もう11月に入ってくるとやっぱりもう冬将軍が来ますんでね、そろそろ。そうするとやっぱり進撃も落ちるでしょうから、しかも冬に加えてドニエプルの川がありますからね、なかなかそれは
超えられないですよね。まあ川が凍るってことはないですけど、まあ移動がね、機動力が一気に落ちるんでね、しかも川があるよってなると、まあ移動がもう大変ですよね。まあ私はね、前回の動画でも言った通り、そろそろね、株がもうどんどん上がっていくんじゃないかという見方をしてるんですね。長期金利が政策金利に追い抜かれましたんで、追い抜かれるんですよ。11月の2日でほぼね、そこでねタッチするんで、そのあたりから上がっていくんじゃないかと。今までの過去の金利と金利の動きのグラフを見ると大体そうなんですよ。いくつか例外はあるのかもしれないけど、少なくともね、1985年ぐらいから見た限りでは、政策金利が長期金利を追い抜いた瞬間、もしくはそのちょっと直前ぐらいに株がバーンと上がっていくんです。だって11月2日の FOMC はもう75ベーシスポイント上げることは確定的ですからね。なんだったら 1% 上がるかもしれないと言われているぐらいなんで、75上がるとですね、今が 3.25 なんで 4% になるんですよ。で、一方10年金利はって言ったら今 4.02 とかでしたか、金曜日、まあ、ほぼ4なんですね。だからこのまま推移すると4と4で並ぶんですよ。そうなんです。で、そうでなくても12月二十何日にまた今年最後の FOMC があって、そこでもまた75ベーシスポイントがほぼ確実視されてるんで、まあこれで確実に抜かすでしょうね。うん、まあもちろん12月下旬までにどん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 長期金利が上がって 6% とかになる、いや、その可能性もありますよ。ありますけど、今の見る感じでいくとね、4を超えてどんどん上がっていくようには見えないですよ。長期金利が仮に 6% とかになると、住宅金利は何パーセントになるかっていうと、おそらくね 10% 近くなるんですね。そうなると、で 10% の住宅ローンを組む人がいるかっていうとこれはいませんよ、そんなの。それ金利計算シミュレーションのサイトとかでね、やってみればわかるけど、それで30年ローンを組んだら元本の何倍払うことになるんだっていう、恐ろしいことになりますよ。だから絶対それはないです。つまり政策金利をね、もう 4% のレベルにまで上げちゃうと、消費の落ち込みがすごいですよ。そら車も売れなくなってくるでしょうね。から結構高い、なんだろうな、まあパソコンぐらいだったらまだ売れるかもしれないけど、ちょっとしたそのローンを組まないといけないぐらいのものですよね。まあもちろんそれは中古住宅をリノベーションして500万かかりましたとかでもローンは組みますからね、大体。ね、そういうものにも影響してくるでしょうし、もっとすごいのが企業のね、借金です。企業が借金、まあ、例えば社債を発行してもいいし、あるいはその銀行にねローンを借りるにしても、まあ借りたくないですよ、そんな高い。しかも格付けの低い会社なんかはレバレッジドローンっていうんですけど、ものすごくね、10年国債のプレミアム、さらにプレミアムを乗せられますからね。10年国債が 6% だったら、そんな信用力の低い会社だったらそんなもん 10%12% とかになるんじゃないですか。そりゃ借りませんで、そんな
そんな借りたら、そんなパーセンテージでね、この前の例えばコロナショックの時に、あの航空会社が1兆円とか借りましたよね。1兆円借りて 10% でしょ。それ年間1000億返さないといけない。年間1000億って言ったら、営業利益丸ごと飛びますよ。それ営業利益丸ごと吹っ飛びますからね。そらもう冷え込みますって。家計だけじゃないですからね、企業もありますからね。消費する主体というのは家計の消費と、で企業の消費はね、これ投資って言うんですね。言葉は変えるんですよ。結局はお金を使うことには変わらないんですけど、家計の場合は消費というし、企業の場合は投資って言うんです。まあどっちもお金を使うだけなんですけどね。で企業じゃなくて政府がやる場合はね、公共投資とか公共支出と言ったりするんですよね。言い方が違うんですけど、全部意味は同じです。お金を使うんです。例えばね、企業が事務品として消しゴムを買うとしますよね。これは投資ですよ。これ投資って言うんです。消しゴムを買うんですけど、投資なんですよ、企業がやるから。で家計がやると消費になるんですね。で企業が投資をす、なんかね、投資って聞くといかにも何か固定資産を買うようなイメージをも持ってしまうじゃないですか。何か例えば機械を入れたりとか、トラックを入れたりとか、工場を建てたりとかね、そういうふうにすぐ何かこう減価償却を伴う固定資産を、大きいやつを買うっていうのが何か投資っていう言葉の響きがあるじゃないですか。でも違うんですよ。消しゴム買ったって投資ですよ。企業だってね、別に個人だって変わんないんですから。全然変わりませんよ。例えば営業マンがね、電車に乗りますよね。そしたら電車代を会社が払ってくれますよね。あれも投資ですね。一つの投資なんです。企業の投資活動の部分に入るんですよね。まあこの辺のね、言葉の使い方っていうのがものすごくね、曖昧になっててね、企業の消費活動とは言わないんですよ、なぜか。ほとんど消費で変わらないんですよ。企業で例えば飲み会をやりますよね。そしたらみんな焼肉を食べたりビールを飲んだりするんだけど、一応それも投資なんですね。何にもアセットには残りませんけどね。まあ投資と言わずに営業経費なんていう言い方もあるんでしょうけどね。だからその辺はね、いろいろ使い方が混乱してるんですけど、まあ何しろ金利ですよ。マネックスのひろきさんっていうね、アナリストの人言ってましたけどね、同じようなこと言ってましたね。もう金利で今全部決まってると。もう金利さえ見とけばいいと。うん、全くその通りだと思います。長期金利が 6% なんていう事態は絶対起こらないです。まあせいぜい多くても 4.5 じゃないですか。 4.5 で止まると思いますよ、僕は。万が一 5% いく可能性もありますけど、でもその場合でも結局は政策金利も 5% まで上げるはずなんで、長期金利が長期金利 5% でね、景気が折れないはずないですよ。 5% に上げるってことは、上げられるっていうそのキャパシティがあるってことですからね。
普通は 5% に耐えられずに景気がしぼんでいって、じゃあ利下げしましょうかって話になるんであって、あの長期金利が5をつけるってこと自体がそもそも経済が強いってことですよね、逆に言えば。で実際はそんなに経済が強くないんで、まあ、4.5 が関の山でしょうね。ということはもうすぐ今年いっぱいで追い抜かしてしまう、政策金利が追い抜かしてしまいます。そうするとその直前ぐらいに株は爆上げします。それがこの前の CPI の、10月13日の600ドル下げた後の800ドル上げるね、これですよ。この不可解な、アナリストが結局なんでかよく分かりませんでしたというあの大ショック、1日で1600ドルぐらい動いたっていうね、あのこの1日でね、幅がボラティリティが1600ドルぐらいあったのってね、本当に何回かしかないんですって。あの何年からちょっと遡ったか分かんないですけど、例えば1980年ぐらいから遡ったのか分かんないですけど、本当に数えるぐらいしかない。リーマンショックの時と IT バブルの時と、そうですね、 あとアジア通貨危機との時とかな、まあそれぐらいですね、今転換期になってると。まあもちろんそれは分かんないですよ、株っていうのは確実なことはありませんので、政策金利をどん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 上げていっても長期金利もどん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 上の方に逃げていく、まあそういうこともあるでしょうね、可能性としてはそういうこともあるでしょう。ただ長期金利が6になったらそれはもう経済は持ちませんって、誰が住宅ローン組むんですかっていうことになります。そんな 10% で誰が経済で、長期金利が 10% になっても賃金は 5% ぐらいしか今上がってませんよね、あの削退で、削退で 5% ぐらいしか賃金は上がってないのに住宅ローンだけは 10% 払わされるっていう、これですよ。こんなことが続くわけがないんでね、あのだいたいよくね、長短逆転とかっていうのは2年国債と10年国債を比べるって言われるんですよ。だけどね、その政策金利と、まあ、政策金利っていうのはあの翌日返しの1日金利なんですよね。1日で返す時の、ね、年率で表したやつを FF 金利なんだけど、それがですね、あんまりその FF 金利と10年金利を比較するっていうのはないんですね。ないんですけど FRB は結構それを見てるらしくて、あのプロの意見からするとね、だから2年金利と10年金利が逆転したから景気が後退しますよねっていう、まあ、もちろんそれは有名な話なんですけど、もうだいぶね逆転して何ヶ月か経ちますよ。今2年国債と10年国債逆転してずっと どうでしょう3ヶ月ぐらい経つんじゃないですか。だから景気後退、その場合景気後退が近々来るよと、ということで、まあ、景気後退はいずれ来るんだと思います。それはあの来年第一四半期第二四半期分かりません、あの来年中ぐらいにはあるんじゃないですか。景気後退というのは何かというと、あの要は四半期 GDP が直近の直前の四半期よりも小さくなることが連続する、2連続で起きると、まあ、実際はね1から3、今年の1から3と今年の4から6、これ2四半期連続で縮小したんですね。だから普通で言うともう景気後退に入ってるんだけど、あの結局それを判定最後するのが
全米経済研究所なんで、それが一応まだ景気後退じゃないというふうに言ったんです、言ったというかそういう判断をしてるんで、で今月の末にね7級の GDP 出てきますけど、それがもし縮小していたら3四半期連続になるじゃないですか。そうするとね、さすがに全米経済研究所もね認めざるを得ないかもしれないんですよ。一応形式上は2四半期連続GDP が縮小した場合ですね。これねどういうわけかね、ややこしい計算をしててね、例えば1、3月の GDP が500兆あったとします。で4、6の GDP が495兆だとします。そしたら5兆円下がってますよね。まあ、これいわゆる経済の縮小なんですね。でそうするとね 1% 縮小してるわけじゃないですか。だったらね全四半期の 99% ってわけですよね。でねこれ 99% を4乗するんですね。 0.99×0.99× って言って4乗すると年率の縮小度合いが出るでしょう。でこれを西側は大体言うんですよ。どういうわけかね4乗するんです。その直近の下がり方をずっと1年間下がり続けたとしてということで4乗するんですよ。で 0.99 の4乗ですよね。でそれを年率換算といって、その場合はね 0.99×0.99× ちょっとやってみないと分かんないんだけど、いくらぐらいになるんだろう。まあ、ちょっと分かんないな。でそれを100から引いた額が年率換算のマイナス数値なんですね。で一方中国が取ってるのはですね削退なんですよ。なぜか中国の GDP の算出は削退で、例えば7から9の中国の GDP が500兆でした。そしたら 昨年の7から9の GDP が例えば1000兆だったら1000兆分の500兆で 50% ダウンなんですね。こっちの方がね実は分かりやすいです。削退で何パーセントっていう出し方の中国のやり方の方が分かりやすいですよね。まあ、ちょっと今ややこしい話になって申し訳ないんですけど、実はそういうねものすごくね直感的に把握しにくいねやつになってるんですね。でねもっと僕言うとね、何パーセントとかそれやめませんかって思います。アメリカの4から6の GDP は800兆円でした。で今回7から9は790兆円でした。こういうんでいいと思うんですよ。その何パーセントとか年率何パーとかそれややこしいって。絶対普通に絶対値を出しときゃいいのに、削退何パーセント上がりましたとか年率換算で前期比何パーセント上がりましたって普通の人分かります？それ、一般人の平均的な知識レベルでやったらそれ分かんないですって。絶対もっとね直感的に分かりやすいね基準を出すべきなんですね。例えばね CPI でもね何パーセント何パーセントって言うでしょう。あれも絶対値で言えばいいんですよ。例えばじゃあ8月の米 CPI の指数は、そう指数で言えばいい、指数は125でした。うん。はい、じゃあ9月の全米 CPI は131でしたとかでいいじゃないですか。その差分は何パーセントですよって、まあ括弧書きに書いておいてもいいけど、僕はねそれの方がよっぽど分かりやすいと思うよな。何パーセント何パーセント、削退何パーセント、前月比何パーセントって言うでしょ。あれ本当分かりにくいよな。
でね、そうした方がね、なんでわかるかというと、例えばね、1980年の指数、まあ、インデックスって言うんですけど、1980年の指数は135でした。じゃあ今回2022年の7から9は145でしたとかっていうと、20年前とも比較できるんですね。で、この何パーセントっていうふうにすると、わかんないですよ。だって、去年とはわかるけど、去年との比較はわかるけど、1980年とは比較できませんよね。だから常にね、インデックスの指数で見た方が直感的にわかるんですよ。まあ、だからアメリカのそういうビューロー・オブ・レイバーとかその当局がのホームページに行くとそこまで書いてあるんだけど、普通は そんなホームページまで行きませんからね。でかと思えば、あの ISM 製造業なんかは、はい、今月は58でしたとか、それ何なんですか、58っていうのはどこから見ていいんですかっていうの、これもまた分かりにくいでしょ。それって、まあ、答えを言うと50以上は良いで、50を切るとマイナスなんですけど、ほんで一方で、ね、あの PMI っていうのがあってね、まあ、これも同じようなあの購買担当者の実感でいう景気のやつなんですけど、これはね、確かね、ゼロが基準値なんですよ。でプラスになると良いで、マイナスになると悪いとかね。 あれ PMI は50でいいのかな、あのそうじゃなくて、あれか、ニューヨーク連銀製造業指数とかが確かねゼロなのか。まあね、これ本当にね、もっとね統一すればいいんですよ。あの全部ねインデックスで表すように したらいいんじゃないかな。あのマイナスとかプラスを使わずにね、 ある例えば1980年だったら80年をインデックスを100として指数で全部表すというやり方ですよね。その絶対値でね表記するやり方にね、僕は変えてほしいなと思ってますね。特に GDP の算出に関してはもうそれを強く言いたいです。まあ来週はね、中古住宅販売戸数が出ますからね。あればいいんですよ、個数で出してくれるから親切なんですね。絶対値が分かるんで、中古住宅販売個数だからもう一発で分かるんですよ。新規住宅販売個数っていうのもあるのかな。でアメリカはね、新規と中古でいうと中古がもう7割ぐらい占めるんで、あの新規を見てもあんまりね分からないんですよ、住宅の景気っていうのは。まあもちろん一部わかるんですけどね。だけど全体の数勢はやっぱり中古住宅が決めてるんで、例えば中古住宅はすごく売れてるけど新規がちょっといまいちでしたなんてこともありうるんですね。その場合は住宅マーケットは調子いいんですか悪いんですかって言ったら、うん、よくわかりませんと多分なると思うんですよね。お互い相反してますからっていう。まあだけど基本的には中古が活発であればですね、そんなに心配はしなくていいんじゃないでしょうかね。特に新築のやつはね、出物が少ない時もあるんですよね。一時期木材価格が高騰してた時に、あるいはその材料が、例えばキッチンやトイレの、重機が中国から生産が届きませんなんていうこともあったんで、そういう場合はそもそも個数の出物が少ないっていうのもありますんでね、そういう場合は
いまいち個数が出なかったりするんですけど、中古住宅っていうのはまあ多少波はあったとしても大体はまあ、うん、ある程度供給量は安定してるんじゃないかな。まあ一概には言えないのかな。あのサブプライムローンで家を追い出された人なんかがね、続出した時は中古住宅の供給量がものすごい増えましたよね。よくテレビであのフォーレントフォーレントって至る所に看板が立ってて、まあ逆に言うとあの時なんかかなり狙い目だったわけですよね。もうお金を貯めていた人がいたら大チャンスなわけだったんですよね、あの頃はね。いやー、この大平原、大平原、山が一つもない、丘もない、山もないし丘もない、いいけどもいいけどもって感じで、日本からすると羨ましいですね、この果てしない平原。日本で一番広い関東平野ですらね、ちょっと行くともうすぐ突き当たりますよね。あの相模湾の河口からずっとあの鎌倉からね、茅ヶ崎や鎌倉から北の方に行って立川越えて飯能越えて、まあ、熊谷とか高崎まで行く、あれすぐですよ。もうちょっと飛んだらすぐなんで、まあせいぜいそんなもんなんです、関東平野って言ったって。こんなね、もうだだっ広いね、これこんなことはびっくりすると思いますね、多分現地に行ったら。何なんだこれっていう。関東平野でもね、もう立川のあたりから西を見るとね、山が見えますもんね。丹沢山地とかもうすぐ山見えますよ。多分、まあ、新宿からじゃ見えないけど三鷹のあたりでちょっと晴れたら見えますよね。で北は北でね、都庁とか行くと見えますよね。赤城山の方が見えたりしますんでね、まあ関東平野って言ってもその程度ですから、もうこれすごいですよ。もうだってこれ全方位平野ですから、ほら全方位平野ってすごいですよね。まあ関東で言ったら大宮のあたりからちょっと高いところから四方を見渡しても、西の方を見たらもう丹沢山系が見えますよね、晴れてたら。だからこんな平野はもうまあここぐらいじゃないですか。まあここだけとは言わないですけど、ここがだいぶすごいですよね、平野の広さでいうと。ですから昔はね、こんなとこをちまちま歩いて攻めていったんでは全くダメですね。やっぱ馬がいりますね、最低限馬がいりますよ。こんなとこでね、兵隊で歩兵とかで行ったらもう食料がいくらあっても足りないでしょうね。何泊も何泊もやって、モンゴル軍なんかはね、一人の人が5頭とか6頭をね、ロープでつないで、ちょっと馬っていうのはやっぱり人を乗せると、人を乗せて走ると疲れるんですよね。だから何キロか行ってまた乗り換えてっていうの、その5頭か6頭をですね、ロープでお互いを束ねて逃げないようにして、で乗り換えながらですね走っていったという風に伝わってますよね。
もうすごいですよ。そういう意味では馬がたくさんめちゃくちゃいたんでしょうね。中央アジアのあのフェルガナっていうところが柑橘馬のね名産地って言われてて、でその漢の武帝だったか皇武帝だったかがそれをその柑橘馬っていうのを欲しがって、あの確か長剣が派遣されたのもそれだったんじゃないかな。柑橘馬を欲しいからフェルガナまで行って交渉しに行ったんですよね。まあ途中で強度に捕まってしまうんですけどね。でそのそこで10年我慢して、なんか妻子も儲けるらしいんですけど、で最終的に脱出して戻るんですよね。うん、まあ郷土の王っていうとね、あの朴徳前雨とかありますけど、まあ昔で言う昔のチンギスハーンみたいなもんで、もっとだからチンギスハーンが1200年ぐらいだからもっと前ですよね。朴徳前雨、あの紀元前200年ぐらいだから、まあそれより1400年ぐらい前ですよにいたチンギスハーンみたいなもんでですね、あのモンゴル人のまあ族長みたいなもんですよね、朴徳前雨っていうのは。で朴徳前雨がもう漢の武帝とかを本当に辛酸を舐めさせたんですよね。もう郷土に鼻であしらわれるような感じでしたからね、あの漢民族っていうのは。文化は高かったですけど戦闘力で言ったらもう郷土の足元にも及ばなかったですからね。まあ結局その郷土が南に来て中国のその中原とかにですね居つこうとしなかったから救われましたけど、というのはあの人たちはあの遊牧生活が生業ですから、あのちょっと攻めていって奪うだけ奪って帰っていくんですよね。あのそこに住み込んでですね、何か税金の計算をしたり年貢を取り立てたり、そんな面倒くさいことはしないんですよ。ただねそれをやり始めたのがね、鮮卑とかね、あのモンゴル系の卓伐っていう民族がいて、まあ、部族がいて、その卓伐系だったかな、族長がその中国の方の、まあ、中国って言ってもあの北の方の北京とか今でいう北京とかね、あっちのあたりの支配をしたんですけど、そのあたりぐらいからねそのモンゴル人の遊牧民族が割とこう中国人漢民族風の生活を取り入れてですね、あの定住生活をするようになっていくんですよ。で隋とかまで来るとね、隋もあの結局祖先をたどればモンゴル人の一派なんですけど、あの煬帝とかですね。で、まあ隋はねすぐ滅んじゃいましたけど、唐もね、あの李世民とかはモンゴル系なんですよね。あの中国風を名乗ってますけど、実際はあの卓伐、あの鮮卑のモンゴル族の末裔なんですよね。まあその頃まで行くともう完全に中国と同化してると思うんですけど。まあ、だけどやっぱり若干その見る人が見たら分かると思いますよ。モンゴル人のモンゴル人風の顔だなとか、中国人とモンゴル人では違いますよね。やっぱりちょっとこうモンゴル人の方が体ががっしりしてる感じが、まあそれはでも個人差があるのかな。 なんかモンゴル人の あの力士ばっかり見てるから。でもトルコ人なんかはね、あの中肉中背で首が座っててね、あのがっしりした人が多いと言われてますよね。まあそれは実際事実、あの平均すると多分そういう風な体型になると思うんですけどね。モンゴル人もそうじゃないかな、あの結構ね
体力がありますよ、あの人たちは。やっぱり日本人なんかよりやっぱり体格が大きいですよね。あの相撲、大相撲ではね、もうずっとモンゴル人がね、あの上位にいますよね。日本人、あれ誰だったかちょっと忘れちゃったけど、日本人の三役まで行った人って少ないですよね、最近は。やっぱり体が小さいんですよね。昔は大野国とかね、あの二羽黒とか大きかったですね。身長も2メーター近いあったでしょ。二羽黒なんかね、大きかったですよね。196ぐらいあるんじゃないかな。昔はね、ジャイアント馬場も2メーター9センチぐらいですか。あんな大きい人今いませんよね。いるのかな、日本人の。スポーツ選手とかでは出てこないですよね。あの若手のプロレスラーで190センチある人が何人かいるみたいですけど、今はね、僕も昔はプロレスが好きだったんでよく見てたんですけどね、あのタイガーマスクの頃から見てるんで、タイガーマスクであの藤波長州で闘魂三銃士でね、あの四天王とかね。だけどどんどんね、時代が下るにつれてちっちゃくなっていきましたよね。あの馬場猪木の頃はね、猪木でもあれ190近くあり、確か190ジャストぐらいあるのかな、猪木は。まああの大きかったですね、昔は。あの鶴田とか、鶴田も2メートル近くありましたしね。だけど藤波長州ぐらいからだんだんちっちゃくなってきたんですよね。でちっちゃい選手っていうのは、あ、ちっちゃいって言っても大きいですよ。あの180以上はあると思うんですけど、ただその格闘技の、特にそのプロレスっていうのはショービジネスですからね、あのいかに体が大きいかっていうのを、ある種そのまあそのアンドレ・ザ・ジャイアントまではいかないまでも、あのそれをショーとして見せるビジネスなんで、まあ本来は大きい方がいいんですよね。大きければ強いというわけじゃないんですけど、実際はそれはあんまり関係ないんですよ。あ、ちょっと3分ぐらいお待ちください。
よ、はい、すいませんでした、ちょっと用事が。お、いやー、あと40回りか。本当に何にもないですね、見渡す限りの。ああもうね、早く株をやめたいんですよ。もう早く株をやめたいんですよ。うん、含み損が長すぎて疲れる。もうメンタルに悪いです、含み損が長いっていうのは。もう去年の6月からですから。早く上がってほしいな、最低でも元に戻ってもらわないと。うん、だけどこんだけ苦労してるんでね、プラスが出てもらわないと困るよね。まあなんとか長期金利が下がってほしいです。物価が下がり始めるのは結構先になるような気がしてます。あんだけ9月が強かったんで。だけどもう物価が強くても先々の景気後退を先取りして長期金利が下がっていくと思います。それを狙ってますね。あれ、そういえばね、政策金利と物価 CPI の重ね合わせたグラフっていうのないのかな。それ見たいですよね。政策金利をどれぐらい上げていったら CPI がどれぐらい遅れて下がり始めるのかとか。それでもありそうだけどな、ちょっと調べてみよう。結局ああいうのってね、元データをね、どっから入手するかなんですよ。2000年以降の CPI の、要はそのグラフじゃなくて月次の数字をずらーっと書いたやつを、そのデータさえあればあとは別に自分で Excel でグラフ化したらいいだけなんでね。それぞれの月次の2000年1月から2022年最近までのやつをエクセルの表に入れて、であとはそれ左軸と右軸にそれぞれ数値を参照させて同じ一つの二次元のグラフにしてしまえば分かるんで。だからそのデータをね、多分アメリカのその当局のホームページに行けば CSV かなんかでね、落とせるようになってるはずなんですよ。でそこで Excel で合成すればおそらく出るんですよね。あれね、合成の仕方っていうのが多分やり方があるんですね。違うグラフをね2つに重ねようとすると、一方は例えばドルで表現されていて一方はパーセントで表現されたりとかあるじゃないですか。違う指標をですね
表現すると2つの単位が出てくるんですけど、それを、ドルは左軸、あ、左のメモリ、パーセントは右のメモリっていうふうに、そういうふうにして重ね合わせるんですよね。よくそれでね、あのアナリストとかが表を作ってやってますけど、まあ明日からどうなるかな。株がどんどん上げていかないかな。まあ円安は続く、ある程度続くと思いますけど、ただ長期金利が下がっていくとね、今度円高になっていきますからね、そこだけは要注意なんですよ。あの日本株やってる人にとっては長期金利が下がるとダウは上がるんですけど、円安になっていきますんでね、あの日本株としたら一長一短ありますよね。いやもうすぐ、とりあえず、まあ、あの飛行場は特にないかもしれないんだけど、まあこの辺でしたらどこでも降りられますんでね。まあ、最近はね、この運転にも慣れてきたんで、あのコクピット内のね、いろいろな操作をやってみたいとも思うんですけど、めちゃくちゃ操作があるんですね。実はコクピット内の、まあ、こういうあのほとんどのボタンを触ることができますんでね、まあ、ただね、何しろね、そういうマニュアル類が全くないんですよね。で、日本語でそういうガイドブックもね、出てないんですよ。よし。
じゃあ降りていきます。バガイの町ですね。この辺は畑ですね。こんなとこに本来は着陸できないんでしょうけど。よし。はい、ご視聴ありがとうございました。